サーブ 21J21A-3 サーブ21は、スウェーデンのサーブ社が開発した戦闘、攻撃機。初飛行は1943年。非常に効率的な武装配置を有すると評される。騒動、推進式で、胴体後部にエンジンとプロペラが配置されており、機体は前方に押し出される型になる。推進式の利点は、 前方視界が妨げられないことと武装を機種に集中配置できる点にある。ただ一つ欠点としては搭乗員が脱出する際にプロペラの回転面に巻き込まれる恐れがあることである。しかしこの問題は初期の射出座席を進化させるに至り、この後いくつかの問題を解決したマーチンベイカーエアクラフト社は射出座席の特許を得た。ダミー人形を使用しての 最初の射出試験は1944年2月にサーブ17を用いて行われた。着陸装置はプロペラブレードと地面のクリアランスを保つため、降着装置は当時主流であったオリン式ではなく、現代のほとんどの飛行機と同じ前輪式にする必要があった。前輪の激しい首振り振動の防止などが必要であり、 自動車の後部から試験用台車を栄光したり、ノースアメリカンのマイナス16から 4M を前輪式に改造しての試験などが行われた。サーブ21は1943年7月30日に初飛行したが、この時すでに射出座席を搭載していた。より短距離で離陸できるとの考えから、離陸はフルフラップで行われたが実際には離陸滑走距離は伸びてしまい。 フェンスに足が接触した。着陸時には車輪ブレーキが作動せず、テストパイロットはスピンシュートをドラッグシュートとして利用した。J21R 終戦後、サーブ21の機体を再設計し、デハビランドゴブリンターボジェットエンジンを搭載して、生まれたのがサーブ 21R でスウェーデン国内で製造された最初のジェット機である。 全身の21との違いは、推進方法を別としても大きなものがあり、設計における共通部分は当初期待された80%を大きく下回る50%に過ぎなかった。最も顕著な違いは水平尾翼が従来の位置より上に移動されたことである。これはジェット廃棄を避けるためであった。プロトタイプは4機が作られ、初飛行は1947年3月10日に、 行われた。1949年8月にエンゲルホルムの F10 に対して初の引き渡しが行われた。当初は戦闘機型の J21R として開発されたサーブ21であったが、高体格が浅く臨海マッハ数が小さい、航空での上昇、急降下性能が戦闘機としては不十分といった問題を抱えていた。一方で、 より高性能な新鋭のジェット戦闘機サーブ29、トゥンナンが1948年10月には初飛行を終えていたこともあり、当初予定されていた120機の生産数が半減されるとともに、すべての機体が攻撃型の A21R へと用途が変更されることとなった。J21A、J21A-3 から変更された項目のみ記す。 デハビランドホブリンターボジェットエンジンロケット弾装備の J21R 水平尾翼の位置がわかる A21A-3 から変更された項目のみ、ス。A21A-3 から変更された項目のみ、ス。 http://1000-i-r-c-r-a-f-t-p-h-o-t-o-s.com スラッシュ c-o-n-t-r-i-b-u-t-i-o-n-s スラッシュ v-i-s-s-c-h-e-d-i-j-k スラッシュ a-t-d-i-t-i-o-n-s スラッシュ 10880-1.jpg ありがとうございます。